立田は手で相手選手を止め、ボールをピッチの外に蹴り出します。このプレーに連続でイエローカードが出され、退場になってしまいました。数的不利となったレイソルは、後半アディショナルタイムに2点を失い、逆転負けを喫しました。